ローマ様式のビラの遺跡。床下のハイポコーストが見える。床面があるのは、エクセドラ部分、ハイポコーストとは古代ローマのセントラルヒーティングシステムである。単語自体は古代ギリシア語のハイポと海ンに由来し、下から熱するという意味を持つ。ゼルギウス・オラタが発明したとされているが、完全に確認されたわけではない。ローマ浴場のカルダリウム。床下の構造を見せるため、 床面を剥がしてある。ここに熱い空気を流す。ハイポコーストは古代ローマの公衆浴場や個人の住宅で使われていた。床面をピリースタックスと呼ばれる柱で地面から持ち上げ壁の中にも空間を残しておき、炉からの熱気と煙を床下や壁に送り込み屋根付近の相関で廃棄する。このようにして室内の空気を汚すことなく温める。壁の中に 中空の四角いタイルを使い、それを熱気の相関にすると同時に壁から部屋を温めている。よく温めたい部屋を炉に近い位置にし、火にくべる木を足すことで暖房効果を強くすることができる。ハイポコーストを運用するには火の面倒を見るための労働力が必須であり、別室会を何人も抱えているビラや公衆浴場で使われていた。ビットルウィウスは紀元前25年頃、 ゼルギウスオラタが考案した構造と運用方式を詳細に記述しており、公衆浴場の高温浴室や微温浴室の効率的な配置や燃料の補給方法などを示している。また、ドーム型天井にある制動性換気装置による温度の調整についても詳述している。ローマ建築のハイポコーストはヨーロッパ、西アジア、北アフリカの各地の遺跡に見られる。ハイポコーストは、 ローマ市民の衛生と住環境の改善に寄与し、古代ローマの重要な発明の一つとされている。そして、現代のセントラルヒーティングの先駆けでもある。ローマ帝国が衰退すると、ハイポコーストも使われなくなり、特に帝国周辺部で使われなくなっていった。イギリスでは400年頃から1900年頃まで、セントラルヒーティングは存在せず、熱い風呂も珍しかった。 しかし地中海周辺では比較的長くハイポコーストが使われ、例えばウマイヤ朝の王が使っていた。しかし12世紀になるとイスラムの技術者や発明家がより進んだ床暖房システムを考案し、それに置き換えられた。ハイポコーストから派生したグロウリアは現代的な暖房設備が登場するまでカスティーリャで使われていた。これは焚き木が燃え尽きた後、 空気取り入れ口を閉じて熱い空気を閉じ込めるようになっていた。朝鮮半島ではハイポコーストによく似たオンドルがある。台所のかまどから出た熱気を床下に引き込み、居室を温める。ありがとうございます。